フォッカー T9 飛行する T9 フォッカー T9 はオランダのフォッカー社によって設計、製作された爆撃機である。T9 はオランダで建造された最初の全金属製航空機でフォッカーが戦前に製作した機体のうち最重量級の機体であった。T9 はオランダ王立東インド陸軍航空隊 ML コンに 配備されていたマーチン B-10 の後継機の試作機として設計は D 液際も設計したマリウスビーディング技師が担当したが試作のみで正式発注はされておらずラニン,ンに配備されることはついになかった。また本国の陸軍航空隊もフォッカー TV の後継機として T9 に興味を示した。なお試作のみで終わることを恐れたためフォッカーとの交渉は 迅速に行われたが、ML ナイヤルがフォッカーに、使用書のみで発注したのは、今回が最初ではなかった。1939年9月10日スヒップホルで、TH リーグストラの操縦で、初飛行。試験飛行は完璧で、離陸直後に着陸装置がすぐに引き上げられたほどで、あった。機体には、登録番号970が与えられ、2週間後には、 ラインでの登録番号701が与えられた。1940年3月8日、スヒップホールで着陸中に着陸装置が折りたたまれる、事故を起こし損傷。修理後の4月には格納庫の扉に主翼を当ててしまう。この事故の後、再び飛ぶことはなかった。試験飛行の合計は50回、総飛行時間30時間8分であった。第二次世界大戦により、 オランダが降伏すると T9 はドイツの手に渡った。しばらくしてイギリス製のエンジンが取り外され、研究目的でドイツに送られた。機体はそのまま放置されたが、後にスヒップホールに対する連合軍の砲撃により損傷した。損傷した機体は1960年に廃棄されるまでデリフトの工科大学とギルイコール霊ンに保管されていた。 使用単位については、Wikipedia、Wikiproject 航空、物理単位も参照。ありがとうございます。